スティーブン・ホーキングの本とかを読んでからなんか興味が湧くようになりました。担任の先生に紹介してもらった大学が崇城大学で、そこに宇宙航空システム工学科があるということでここを受けました。基本的に飛行機の設計とか構造とか飛行機が飛ぶ原理とかを学んでます。ラムロケットエンジンの構造の中のロケットを飛ばすときに生じる衝撃波の解析とかをやってます。研究で大学の一番好きなところは学食が美味しいところです。学食で一番好きなメニューがチキン南蛮定食です。バレー部に入ったっていうのが大きくて、大学生活を充実して遅れてるなって思ってます。航空管理とかの仕事に就きたいなと思ってます。宇宙航空システム専攻は飛行機好きの方にはとても魅力的な学びの場だと思います。海外研修などがあり、飛行機をもっと好きになるイベントがたくさんあるので、とてもおすすめな専攻です。